エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日はとりあえず音を出してみよう。新しいソフトを買ったらとりあえず音を出したいと思うのが、まあ人情といいますか、普通の考え方といいますか、まあ気持ちですよね。なんでとりあえず音を出してみようじゃないかと。で、これここですね、エイブルトンライブ独自セッションビューって呼ばれる画面です。 Excel のような表計算ソフトのようなマス目が並んでいる画面ですね。普通のいわゆる DAW と呼ばれる音楽制作ソフトだとこういう感じで横軸に時間が流れるに従ってこう進んでいく感じですね。こういうの画面が、主流といいますか、まあほとんどの DAW ではこの画面で制作していくんですが、エイブルトンライブの場合はこのセッションビューっていう画面を使って制作することもできます。もちろんこっちの横軸に流れる時間が横に流れていく画面、こちらエイブルトンライブではアレンジメントビューって言いますけど、行きましょうか。横に流れるのがアレンジメントビューですね。時間が横軸に流れてで、エイブルトンライブ独自のこの Excel のようなやつがセッションビューです。アレンジメントビューでもセッションビューでも制作はできます。アレンジメントビューだけで、制作すると、セッションビューほとんど使わないよっていうエイブルトン認定トレーナーの人も中にはいますんでね、どっちも好きな方でやってもらって OK なんですが、まあせっかくなんでセッションビューで、の作り方を覚えると、特に僕のようなバンドからこうエイブルトンライブを使い始めてみたいな、 MTR もともと使ってましたけどっていうタイプだと、セッションビューというのはこの MTR にこうちょっと近しいといいますか、似てる部分もあるので、練習にしろ、バンドに持っていく曲にしろ、自分だけの、ソロ音源を作る時にしろ、役立つ知識が、tips が多く含まれているので、非常に使いやすい部分もあるので、覚えてもらえたらなと思うんですが、まあ、前置きこれぐらいにして、まず音出しましょうか。音を出すためには、ここですね、ここ。左上、この画面、ブラウザと言います。インターネットブラウザと一緒ですね。ブラウザ。ここに、エイブルトンライブは全ての音が集約されます。エフェクターも集約されます。VST のようなプラグインも集約されます。スイートの人、スタンダードにマックスフォーライブをつけた人、マックスフォーライブもここに集約されます。全部ここから基本的にドラッグ&ドロップ、あるいはダブルクリックで、使いたいトラックに音やエフェクターを落としていく感じですね。で、とりあえず音を出してみようということなので、まあ詳しい説明、ブラウザに関する詳しい説明はまた後日ということで、ここにあるブラウザの中のこの左側画面ですね、ここにあるパックをクリックします。パックです。これはパックというのはエフェクターや音源、エブルトンライブ独自の形式で、ひとまとめにされたものと思っていただいて、ちなみにこのブラウザが今表示されてない、あるいはなんかキーボードを押しちゃった時に閉じちゃったっていう場合は、ここの左上、ここの三角ボタンを押してですね、表示、非表示が変えられます。ここですね。で、ライトの人だと、もしくはイントロの人だと、もしくはスタンダードの人だと、スイートは全部入り、スタンダードはそれよりも少し少ない。でも標準的な機能は全部備わっている。イントロライトは、まあ、入門編という感じなので、まあ、入門編の中でも試せるようなこのコアライブラリー、これライトにも入ってるんで、コアライブラリーっていうのをこうちょっとこの左、この三角をクリックしていただいてですね、するとこうフォルダで階層分けされたツリー表示っていうんですかね、
のようにカテゴリー分けされていろいろ出てきます。まあここではとりあえず音を出したいのでサンプルズの中にあるさらにループどれがいいかな、何だっけな、こんな感じでクリックすると、音が出ます。音を止めたいときはこのとか他の音場所をクリックしてください。どこでもいいです。もし音が聞こえないよっていう人はここが消えちゃってる可能性があるので、このヘッドホンマークですね、これを点灯させてください。そうするとここでサンプルがそのまま聞けます。で、あ、これにしようかな、この音にしようかなと思ったらこのまんまドラッグ&ドロップで、オーディオとミディという2種類、これはもう何と言いますかね、わからない人には最初わからなくて当たり前なんで、なんとなく感覚で覚えていくしかないとは思うところでもあるんだけども、オーディオは普通のいわゆる音です。ミディはミディ信号っていうので、ミディを理解する機械側に理解させるための譜面が入っているものだと思ってください。なので譜面ありますね、五線譜のドレミファソラシドオタマジャクシ、あれを同じ譜面でもベースで弾く、ギターで弾く、ピアノで弾くっていうと音色が変わるように、ミディも楽器を変えることによって同じ譜面でも音が全然変わりますね。楽器側、いわゆるインストゥルメントって方ですね。はい、なんてちょっとややこしくなると思うので、これはまた後日説明しますね、別ビデオで。で、まずこれは EDM キック、これ見づらかったらここミヨーンって、 EDM キック&ライド 128bpm.wav、 これオーディオですね、.aif.wav もしくは .mp3 とかありますけど、これはオーディオ、こういうデータが入ってるのはそのままオーディオトラックに落としてみます。で、ここですね、セッションビューっていうのはこの横一列単位で管理できるんですね。なのでここ、ここシーンって言います、横一列のシーンって言います。このシーンを一斉に再生させることもできるんですね。そのための再生ボタンがこれ1個だけだったらこっち、何言ってるか分かんないですよね。まずじゃあこれ再生してみましょう。止めるときはここで OK です。で、面白い、Ableton Live では面白いなと思うのは、ここ今 128bpm って書いていて、これをドラッグ&ドロップすると、この曲全体、マスターテンポも128に設定されるんですね。でも、128じゃ早いよ。あるいはもっと遅くしたい、もっと早くしたい。いろいろありますね。これをね、マウスを押したまま上下、まあ、上下に動かします。もしくはこの数字直接打ち込んでも OK です。そうするとそれに追随してちゃんとここに入ってるテンポも変わるんですね。まあこれで早すぎるのと、まあ今のとこ100、さっき入ってる128にしときますけど、今聞いた通り音が特にあのテープの早回しのように、キュン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 キーが上がるとか細回しのようにキーが下がるとかなく、そのまんまのキーで音程の上下はなく
テンポだけ早まるというのが、このエブルトンライブ独特の、この辺が DJ さんやパフォーマーさん、ライブパフォーマーさんとかに好かれる理由の一つですね。で、ここ今キック入れたんで、ちょっと上物も入れてみます。まあ上物っていうか、ドラムの方。ごめんなさい。低音じゃない楽器、打楽器。例えば、パーカッション。同じコアライブラリーの中に入っているパーカッションフォルダ、ループスの中のパーカッションフォルダから、例えば、なんとか。これ、MIDI、これは言った通り AIF なので、オーディオなので、MIDI に入れるとまた別な動作が起きちゃいます。ここに空白がありますね。ファイルとデバイスをここへドロップしますって書いてある空白にドラッグ&ドロップすると、ここにオーディオトラックが新しくできて、でここに先に選んだアゴーゴーベルズループも入りますね。さあ、これをですね、さっき1個ずつ、これ1個鳴らしました。で、これ1個鳴らしました。で、こういうことも一回取っておきましょう。これ同時に鳴らしたいなっていうとき、これをして、これをして、だと大変ですから。横一列、さっき言ったシーンですね。ここの再生ボタンを押すと、2つ同時に再生が始まる。これですね。止めるときはこのトラックだけを止めたいときはここの停止ボタン、このトラックだけを止めたいときはここの停止ボタン、全部を止めたいときはこの停止ボタンで OK です。はい、止まりました。さあどうでしょうか。ここにマス目に音を落として再生ボタン、再生ボタン、あるいはシーン全体の再生ボタン、これを押すだけで音が出ると思うんです。で、面白いのがですね、今横一列鳴らしましたけど、ここと、今こことここ鳴らしましたが、こことここっていう組み合わせもできるんですね。なので、こういうことしてみましょう。まず全体を鳴らしてみます。この横1ですね、シーン1を鳴らしてみます。どうでしょう。今こことここ鳴ったのとこことここが鳴ったの、2つフレーズ作れましたよね。セッションビュー、こういうことができるんですね。例えばここの A メロのコード進行だけをちょっといろいろ複数パターン試してみたいなんていう時に、歌メロとリズムはこっちの方で作っておいて、別のトラックでコード進行だけをこう複数準備してみてですね、比較対象とかできるわけですね。比較検討か。こういうの、縦列は同時に鳴らせないです。これとこれを同時に鳴らすことはできないです。これと横に並んでるこれとこれ、これとこれを同時に鳴らすことはできます。だからこれとこれを同時に鳴らしたかったらもう一個他に作るしかないですね。でもこれだけでもいろんなことがこう試行錯誤できるのをちょっと伝わる。じゃないかな、分かってもらえるんじゃないかなと思うんですが、はい、単純なものすごく基本的なセッションビューの使い方ですけど、ミディトラックに関してはまたちょっと後日ということで、まずはここパックに入ってるコアどれでもいいですよ。スイートの人はビートツールズでもいろんなところに入ってますから、音源
選んで聞いてみて、ドラッグ&ドロップで入れてみると。で、複数トラック作ったらそれをこれとこれに組み合わせる。いろいろ新しいビート、新しいコード進行、新しい雰囲気、いろんなものをこれで実験といいますか試行錯誤ができるので、セッションビューちょっと使ってみると面白いかなと思います。また他のことに関してはまた続き後日アップ、随時アップしていきますんで、また見てください。ブログの方もやってます。ブラウザの URL バーにアキモ .fan 入力してくれれば、僕がいろいろエイブルトンライブに関して書いてあるブログにたどり着きますんで、こちらの方も合わせて読んでもらえればいいかなと思います。で、今日はここまでにしますね。いい音楽ライフを。